保育園の園児たちのレッスンは親御さんが送り迎えのできる週末にします。そのためご家庭の用事や体調不良などでレッスンが 2,3 週間できないことがよくあります。久しぶりのレッスンで Y 君がこれ弾きたいとドアを開けるとピアノに猛ダッシュ。この動画はその時の様子です。歌詞がとても気に入ってくれたようです。わかるピアノを作った理由の一つはこのように毎週レッスンができなかったり練習時間が取れない生徒が負担のない量で確実に学べたらという目的がありました。チーズサムズ、チーズサムズ。